何年目だっけ？ちょうど2年目です。お待たせしました。いいね。父さん、田んぼはパチンコで保証金使い果たす気？うちは農家だよ。他の仕事なんかできるかい？津波を間近で見たわけですよね。故郷に帰れてない人とかいるわけじゃないですか。そういうことを卒論のテーマにしようと思ってるんですよ。みんな買って。咲いた紫陽花。俺さ、この仕事好きなんだよね。生きてる感じするよ。ホテル行こう。こんな形でしか自分の気持ち確かめられないなんて。どうして私のことなんて守ってくれるんですか？うめぼれんな。母ちゃん、好きな人とデートしてることが大事なんだって今になってやっと少し分かったよ。ゆうな、